どうもこんにちは、 AK ヒットと申します。小説紹介を始めていきたいと思います。今回紹介する作品は太陽は動かないです。太陽は動かないの著者は吉田修一さん、幻冬舎から出版されています。文庫版は2014年8月5日に発売されました。太陽は動かないは高野和彦シリーズの1作目で、高野の31歳の頃が描かれています。シリーズ2作目の森は知っているは、高野の17歳の頃を描いた青春編です。こちらもすでに文庫化されています。2020年5月15日から映画公開されます。さらに5月24日からドラマ放送もスタートします。毎週日曜夜10時から放送です。全6話です。映画版とドラマ版ではストーリーは異なります。主演は藤原竜也さんで、その相棒役は竹内涼真さんです。民間の諜報員、諜報機関として有名なのはアメリカの CIA やイギリスの MI6、 イスラエルのモサドなどがあります。これらの組織は巨大で人員も豊富です。彼らの仕事は自国の利益になるような活動を支援誘導することです。利益のためには倫理観を無視しがちなのが特徴です。 CIA ほど巨大組織ではないですが、民間にも諜報機関のように情報を扱うことを生業とした会社があります。この小説の主人公高野が所属する会社 AN 通信がまさにそうです。情報収集が仕事で、その情報を売ってお金を稼ぎます。民間会社なので、社員は自国のために働くのではなく、自社の利益のために動きます。情報機関と同様に儲かるなら倫理観は無視しがちです。情報収集しているだけではお金にならないので、それをどこかに売る必要があります。対立する組織があれば、どちらが自分たちの持っている情報を高く買ってくれるかが重要になってきます。倫理的に正しい方ではなく、利益がより出せる方に情報を渡すわけです。当然のことながら敵も作りやすいですし、どちらの陣営からも命を軽視されやすい存在でもあります。これはそんな民間の諜報機関、スパイ組織の物語です。あらすじ。主人公の高野和彦は AN 通信情報部の情報員です。AN 通信は表向きはアジアのニュース配信会社ですが、裏では諜報機関の顔を持っています。高野は部下の田岡と一緒に裏の仕事に従事しています。田岡は情報収集能力は高いですが、麻薬に溺れていた過去があります。高野は田岡の麻薬中毒が再発しないよう監視の役目も担っていました。高野はベトナムのサイゴンにいました。ベトナム政府から新たに油田を発見したとの発表があったので、中国のエネルギー企業たちが動くだろうと考えたからです。近年、中国の大手企業グループは利益追求を優先し始め、中国政府の支配が及ばなくなってきていました。中国の情勢を把握するためには、中国政府の動きだけを見ていればよいという時代は終わったのです。高野は中国で開催されるサッカーの日韓戦で、ウイグルの過激派がスタジアムを爆破しようとしている情報を手にしていました。そのテロの目的は、新疆ウイグルの新源石油と日韓企業との提携を阻止することです。過激派を支援しているのは中国政府と CIA です。新源石油が言うことを聞かないので、中国政府は事業の拡大を妨害しようと考えたのです。テロの流れはこうです。もしスタジアム爆破が成功すれば、ウイグル民族の現状が露見し、日韓の世論はウイグル新源石油を非難する方向に傾きます。すると新源石油はイメージダウンを懸念した日韓企業と提携できなくなります。新源石油は孤立してしまい、中国政府主導の企業と提携せざるを得なくなります。高野と田岡はウイグル過激派と交渉して、日韓企業側に寝返ってもらおうとします。両者を引き合わせた時にテロ情報が高く売れるはずだと考えたのです。早速高野はウイグル過激派とつなげてくれそうなツテを当たるため、上海に向かいました。高野は一人でウイグル過激派と会いに行きますが、交渉は決裂しました。そしてその間に田岡が何者かに誘拐されてしまいました。誘拐犯の要求はテロを阻止することです。誘拐犯によれば、田岡は爆破されるスタジアムのどこかに隠されたようです。テロ実行まであと3日、テロを止めるための交渉はすでに失敗済みです。果たして高野は爆破のタイムリミットまでに田岡を救い出せるのでしょうか。まとめ。スパイ組織 AN 通信に所属する2人の諜報員高野と田岡が、機密情報をめぐって各国のエージェントや権力者たちと頭脳戦を繰り広げます。いろんな勢力が入り乱れてお互いを探り合う王道スパイサスペンスです。石油や太陽光といったエネルギー産業を題材にしています。
機密情報を売買する以上、命の危険は発生します。人の命よりも巨大な利権のかかった情報が重視される世界です。行き詰まる情報戦が楽しめます。太陽は動かない、ぜひ読んでみてください。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。ブログも書いてます。ブログ名は紙の本も読みなよです。この YouTube チャンネルと同じ名前です。ブログの方も参考にしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。